折理解方の戦いにおいて、竹崎末永の後方をよりかけ、元軍に弓を射る非全国御家人、白石道康の手勢。牧書に白石六郎道康、その勢い百余期、後人より書く。白石道康は、鎌倉時代中期の非全国白石の武将、通称は六郎、鎌倉幕府御家人。文英の役では、竹崎末永ら主従ごっが、 赤坂の戦いに敗れた元軍を追って取り替え方まで進出したが、荒原山に陣を敷く元軍もまた取り替え方まで進出してきたため、これに先駆けを行った末永一家三期は負傷するなど危機的状況に陥った。しかし、皇族より、非禅国五家人、白石道康の手勢百余期や同国五家人、福田兼重、筑五勢など日本軍が到着し、 元軍を破った。そのため、末永らは、かろうじて助かったという。道康と末永は、お互いの先行の承認になった。末永が描かせた、猛虎襲来絵言葉全館絵語には、道康手勢である武士団が記者をかける様子が描かれており、絵巻の中でも優れた描写で、本格的な画技を備えた絵師によるものと考えられる。道康は、後、末永を、頼り、 日後国会統合に移り住んだ末永は道康を怪盗阿蘇神社の神職として迎えた。そして白石家は現在に至るまで怪盗阿蘇神社の社家を代々務めている。ありがとうございます。